じゃあ、じゃあ、はい、坂友さん、はい、今日は、はい、質問に答えようとす、あ、ありがとうございます。なんでしょう。いや、僕水曜日のダウンタウンという番組で、盗塁できたら100万円みたいな、元プロ野球選手、鹿野選手だったんですけど、キャッチャーが元プロ野球選手から盗塁できたら100万円の企画だったんですよ。で、それで、まあ、騙されていってるんですよ、水曜日のダウンタウンなんで。ドッキリ、ドッキリだったんですよ。本当はピッチャーとファーストがマジシャンだったら、全員隠し玉でアウトになる説だったんですよ。もうそうだよな。はい、ほんで、それで、まあ、その盗塁を絶対決めてやろうと思って、まあ、騙されてるんで100万取ってやろうと思って、まあ、プロですけどキャッチャー、まあ、失敗する可能性もあるじゃないですか、だからもう100万円取ろうと思って、すごい盗塁の動画を見て研究したんですよ。100万って言ったら、はい、どんな感覚なの。あ、まあ、そうですね。プロ野球選手だったら看板当てたら100万円もらえる。そうだよね、ありますもんね。で、僕の今の腕状況の感覚ですと、10ヶ月分の家賃助かったっていう感覚。でかいなぁ、おい、でかいなぁ、必死になるわなぁ。はい、それで動画を見て、そうなんですよ。山田さんとか松井和夫さんとか、イチローさんとかの盗塁の技術の動画を見たんですけど、みんなリードをしすぎない、帰る方に意識しないしちゃうじゃないですか、リードしすぎると、だからそのちょうどいいぐらいのところまでリードして、で、帰る方に意識しすぎないように盗塁するみたいな、みんなそうやって言ってるんですけど、ソフトバンクの本田選手だけ、リードめちゃめちゃでかいんですよ、ピッチャーが投げたら走ればいいでしょみたいな。だから帰ることに自信があるんだよね、言ってるんですよ、うん、それで僕、もうその衝撃を受けまして、うん、人生変わりましたね。ちょっと待ってよ、お前質問になってない全然。じゃあ俺に質問するのかなと思ったら衝撃受けましたねって。じゃあ終わりか。それで、うん、その本田さん、なんでそうできるんですかね。帰ることに自信があるんだろうね。え、高木さんの場合は俺、はい、リードは俺は帰れるギリギリのところにいればいいっていうふうに思ってたし、はい、例えば牽制だと左に走ればいい、はい、ホームに投げたら右に走ればいいって、はい、だから戻るという感覚があるから、走るという感覚だったら、はい、いいスタートに切れるの、はい、帰るにしても、はい、だからそういう感覚だった。戻るっていう感覚じゃない。あ、こっちにスタート切るってことですね、うん、だからピッチャーが牽制したら左に走るっていう、はい、ベースの方に、一塁ベースの方に、はい、そういう感覚でいた。え、その右ピッチャーと左ピッチャーだったらどっちがしやすいですか。それピッチャーによる。やっぱね、クイッククイックって言うけど、クイックでも体が流れながら投げるやつって、流れた瞬間にスタート切れるから、まだ足が上がってない状態でもあるし、クイックをなあんまり使わない人でも左足がバーンと上がる人はビクッとするの、こっちも。だからはっきりにくかったりとかさするから、だからそれはもうピッチャーによる。左ピッチャーの特徴っていうのは、ランナーをずっと見て足が上がったら大体ホームに行く、はい、目で押さえてるっていう感覚があるから。でも首をやたらこうやって動かす人は、なんていうの、牽制が多いとか、ね、はい、そういう特徴がピッチャー。特徴って、なんか右ピッチャーの方が牽制が早いみたいな言ってたんですよ。確かに。左ピッチャーはずっとは見てるけど、こういう動作なんで、そう右ピッチャーの方が実際は牽制球が早くて、早いね、まあ、本田さんは圧倒的に左ピッチャーの方がしやすいみたいな。一回クライマックスで鈴木孝弘さんが左ピッチャーから牽制球アウトになって引退されたってやつですか。だからそのすごいな、この人と。いや、まあね、本田も天才的な走り屋だったけど、はい、やっぱその、やっぱタイプってあるじゃない、はい、好き嫌いだとか、はい、まあ、そういう種類だと思うよ。あ、俺は左の方がやっぱり嫌は嫌だと。あ、そう、見られてる感覚ある、はい、でも右は背中越しだからあんまり見られてないっていう感覚だから、だから牽制もキャッチャーの牽制もこうリードしながらの覗きやすかったし、
でも左だったらもうバーンと来られると、はい、ちょっとよそ見してたら刺される可能性があるからすごく嫌だったけど、なんかあの巨人も今増田さん、うん、すごいスタート、なんかすぐ鈴木さんに変わるような体操、いやまあいい足してるしな、じゃないですか、うん、足が速いから盗塁できるわけじゃないんですよね、うんうん、やっぱ思い切りなんですかね、そうそう、まあ、走る勇気だね、切りと勇気、まず勇気が、スタート切る勇気が必要だから、思い切りも必要だけど、その思い切りを良くするには勇気が必要だよね。あ、まあ、技術と勇気ってどっちが大事ですか。プラス技術かな。まず根本、スタートを切れる勇気がなければあの技術にたどり着かないから。 3S って聞いたことある？あ、はい、3S 聞いたことないです。あの盗塁のこう3つあるんだけど、はい、スタート、スピード、はい、スライディングっていう、あ、はい、3つの S なんだよ、はい、そこから成り立つわけ、はい、だから今年目立ってるのが近本。あ、はい、やっぱり勇気もあるし、いいスタートも切るし、スピードもあるし、スライディングが速いよね。あ、だからこの3つが揃って盗塁は成功するっていうわけ。あ、スライディングっていうのはあれですか、できるだけ近いところでスライディングできる勇気があるかどうか、そこも。あ、そしてバーンと立てば大体審判の目はごまかせる。でもこうリクエストがあるから、あ、そうですよね、そう、最近これが余計なんだ盗塁は。もうね、盗塁っていうのはねごまかしだから、はい、だってフライングしなきゃいけないわけでしょ、はい、ピッチャーが投げる前にスタートを切れればいいわけでしょ、はい、でスピードをつけて、でスライディングの時もこうベースがあったら近いところでバーンと滑って立ち上がっておけば、はい、意外にセーフってしてくれる、はい、そういう印象ない？そういう印象はありますね、うん、だからできるだけ近いところでスライディングができるかどうかっていうのが、はい、俺らの時は審判の目をごまかす技だったんだよ、はい、でも今はリクエストありますね、うん、がもう余計なんだ。で盗塁の時だけリクエストなしにしてほしい。いや本当そうだよな。それはね俺思う。だってホームのさクロスプレーでもさ、はい、大体足が入るじゃない。はい、だいたいこう遅れるよね、コリジョンがあってね、はい、ブロックなしでリクエストがある、もうごまかしようがないもんね。なんかごまかすのも技術だったから、そうなんだよ、その技術を全部潰されちゃうんですね、リクエスト。そうそう、だから二遊間やってるとさ、結構坂本も最初の頃は足蹴られたりだとかさ、スパイクされたりだとかさ、いろいろしたと思うよ。だからレガース入れたりとかさ、足見るときですか。だってバーン払いに来るから、ああそれ痛いだよ、あのゲッツー崩しみたいな。そう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 、はい、ああいうのもなくなったらもうほんとなんかもうクリーンだよね、はい、うん、だからそういう野球面白いよ。例えばその、うん、ホームでガーン当たってくるとか、はい、どう、なんか体当たりなくなったとか。そう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 、どう思う？どうなんですかね、野球ファンとしたら、まあ、怪我はしないようにはなりますもんね、うん、でもなんかそうですね、ドラマ的な感じはなくなってきますよね。そうだよね、だとさよなーって喜んでてリクエストとか言って覆ったらもうその感動も何もなくなるわけじゃん、はい、どう？それも、それ難しいところですよね。でもさ、昔そういう中で俺らやってたじゃん、はい、いっぱい間違いってあったんだろうなと思うよね、はい、あの数見てるとね。ホームランとあれですよね、三塁線入ったかどうかだけ理解として、あといらないか、盗塁とかはいらないですかね。どう思う？ファンからすると、いや今まではなんかまあリクエストでなんかまあクリーンな感じになってまあいいなってちょっと思ってたんですけど、うん、今そのなんだろう、ごまかすのも技術、うん、みたいなところが盗塁はある。でもさ、聞いたらなんかいらないかもしれないなあ、はい、あれさ、 AI が進んでいくとさ、はい、そういうビデオシステムだとかもうストライクボールも
もう機械が判断した方がいいんじゃないかっていうさ、そうですよね、もうセンサーがなんか置いといて、はい、ピンとかストライクとかさ、なんかそうなってきそうな感じがして怖くない？そうなったら全然面白くないですね。なんかこう人間もないし、間違えるから面白いんじゃないの、はい、間違えるからみんな熱くなるんじゃないの、はい、いや、AI でカウント取るまで考えたことなかったですね。いや、だって全部そうなるでしょ。そうですね、ホームランだって今の技術からしたらセンサー置いておく、センサーを、あ、そうですね、これでやっときゃいいじゃん。こっち取ったら光るみたいな。そう、ホームランだったらポールがポーンと光るとかさ、はい、ファウルだったら何にも反応しないとかさ、はい、そうやる技術ってもう今もうあるんじゃないの。ありま、あ、それぐらいは全然ありそうですね。そうですよ、もうそれ開発したの。いや、僕ですか。うん、そしたら100万どころじゃない。もう家賃どころじゃない。その技術半端ない、ね、100万の家賃にすれば。そうですね。どう、いや、まあ、それできるならしたいですけど。